武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、早稲田大学政治経済学部の2016年の、入試について話していきたいと思います。まず傾向、としてはですね、特に、全体的な傾向そのものは大きく変わったものはなく、例年通り過去問のやり込みしっかりやり込んでいけば割と対応できる形式と、なってます。ではそれぞれの科目1個ずつ見ていきましょう。まず英語、ですが、時間90分で大問5つ、で英作文が1個大問で出てきて、会話文も大問1個で、残りの3つが、まあ、長文ですね。で、まあ、傾向として、あるのは基本的に、まあ、時間が厳しい試験であると、まあ、大問5つの中で長文それぞれがかなり文章が長く、まあ、説問も結構細かく読まなきゃいけないっていう点があるので、まあ、その参考書そのものとしては総計レベルの参考書と、まあ、分野別の対策それぞれ終わらせてれば読めないということは正直ないかなとは思うんですけど、時間内に終わらせろと言われると非常に難易度が高い試験に感じられるかなというふうに思います。なので、早い段階でやはり過去問に入ってその時間内に終わらせるってことを意識してやっていかないと結構厳しいかなというところですね。でこれはその読解だけじゃなくて英作文も同じ話で、まあ、これも問題文の方にも時間かけすぎんだよみたいなこと書いてくれてたりするんですけど、まあ、とりあえずその、まあ、一個一個の大問に対して目標それぞれ15分以内ぐらいで仕上げるつもりでやって、で余った時間で解ききれなかった問題のフォローに回るみたいな形でやっていく方針になるかなと思います。なので、気をつけなきゃいけないのは解けそうだと思って、下手に意識して、時間使いすぎて結局終わらずに、時間いっぱいになっちゃうってことにならないように気をつけていきましょう。はい、続いて、数学ですが、60分で大問4題と、まあ、センター試験と時間と大問数は基本的に同じかっていう話なんですけど、まあ、難易度から考えたら明らかにそれよりは全然難しいので、やはりちょっと時間は、かなりきついかなという形になりますね。まあ、とはいっても満点取る試験かと言われるとそういうわけでもないんで、取れるところちゃんと取っていけばという話になるんですが、まあ範囲としては結構幅広く、出てきます。で問題そのものは完全に手が動かないような問題っていうのはそこまで多くないかなと。ただそのいざやってみると結構計算大変だったり、正解まで、持っていくっていうところだと、まあ、大変かなというところですね。なので比較的、計算速度を上げること、標準問題を、まんべんなく解いて苦手分野を作らないこと、出やすい範囲としては、数列やベクトルの範囲と確率ですね、このあたりはよく出ておりますので、まあ、このあたり優先的に対策した方がいいかなとは思いつつ、まあ、ただ解けない問題が出た瞬間に結構ここ合格点高いんで、まあ、ピンチになりやすいんで、まあ、重視する範囲はあっても苦手な範囲は作ってはいけないっていうことは意識してやるようにしておきましょう。はい、続いて国語、ですが、国語もですね、まあ、英語と、同じく、まあ、数学とも同じなんですが、かなり時間が、厳しい構成となってまして、割と問題文自体が英語と同じく長めなので、まあ、特に古文がですね、結構その長い文章出ますので、その中で対応できるように心がけていきましょう。で、古漢英語、出ておりますが、ただ実質的には古文の文章の方が、文の量的には全然長いので、まあ、漢文に関しては古文の内容を抑えた上で漢文の知識さえあれば十分対応できる問題かなというふうに思います。で、まあ、基本的な文法知識、漢文であれば句法知識ですね、あたりはまあ必須、ですし、で読解に関してもやはりその全体内容をちゃんと大体どんな話だったのっていうのを押さえてないと、部分部分で訳せてたとしても、概要が分かってないとちょっと解けないかなっていう問題なので、内容を全体的にどんな話だったっていうのを抑えることを心がけてください。で、現代文に関しては、まあ、評論随筆、品質で、まあ、評論は大体1台は絶対出て、まあ、2016年に関しては評論が2台出るという形式になっていました。で、ここはちょっと選択肢もそれなりに長かったりするのもあるのと、用語の部分も結構聞いてきたりするところがあるので、割とその瞬発力重要というか、パッと問題に対してすぐに取り掛かれる能力っていうのを鍛えておかないと、一個一個こう丁寧に考えて時間使ってってやっちゃうととても時間が、かかってしまいますので、
あのテンポよく解けることを意識する。であとはあの古文と同じなんですが、全体内容をどの説問でも常に意識して、大体全体的にどんな話だった、筆者の言いたいことは何だった、でその中でこの説問だとどういうことに意識すればいいみたいな風に意識を向けるように、問題問題で読み方がね、あのぶつ切りにならないように意識をするように心がけてください。続いて、社会ですが、まず日本史に関しては資料問題の対策が必須ですね。資料は書見資料もかなり出てきますので、資料を覚えてりゃいいんでしょっていうものじゃなくて、資料を読み取ってその場で答えるという練習をしっかりするように心がけてください。で論述に関しては、まあ、あの近現代特に戦後の範囲は非常に品質ですので、まああの品質の、その範囲の、特に政治部分ですねについてはしっかり論述できるように、まあ、優先的にそこの対策を心がけておきましょう。で世界史についてなんですが、世界史に関しても、まあ、論述は、まあ、あの戦後、範囲になりますが、難易度としては戦後問題が割と、難易度高めなので、戦後問題の対策はしっかりしておきましょう。であのまあ、日本世界史共通して言えるんですが、あの教科書や用語集、まあ教科書以外の講義系でも構わないんですが、まあ、講義系と用語集と資料集、このあたりはちゃんと使って、どういう聞かれ方されても、ちゃんと答えられるようにしておく。で全体的な流れをしっかり入れておく。このあたりを意識するようにしてください。で政治経済に関しては、基本的な問題の難易度は、まあ、あの標準的な問題一通り終わっていれば十分対応できますが、時事問題と時事問題に絡めたそのテーマの問題は割と難易度高めなのが出る傾向にありますので、時事の対策はかなり早めにやっておくことで、それに関連した、問題に関してはちょっと難しいところまで対応できるように心がけておくこと、ここをやっておいた方がいいかなというふうに思います。そこが取れないと、簡単なところはほぼみんな政治経済取ってくると思っておいた方がいいので、そこだけしか取れないと、他の科目で合格点取れる人と比べると若干不利になる可能性がありますので、まあ、時事対策ちゃんとやって、少しでも点数上乗せできるようにやっておいてください。以上が早稲田大学の政治経済学部の入試となります。